こんにちは、伊藤です。今日のこの動画では、僕が個人的に首を見る上での、うん、注意点というか、こういう感じで僕は首を見ていきますよということをお話ししていこうと思います。基本的に僕は首を、まあ、3つの区分、3つのセグメントに分けて考えることが多いです。1箇所目が、 後ろ側ですね。首の後ろ側、頭の後ろ側です。ここには何があるかっていうと、例えば人体、結合組織とか、筋肉、筋膜とかが多いですね。筋肉、筋膜、人体組織っていうのはこのあたりに非常に多いんですね。ここが僕大事じゃないと言ってるわけではないんですよ。ここも非常に大事なんですよ。たくさんの方が、多くの方っていうのはこの後ろ側にね、焦点を当てるんですが、 首っていうのは、それだけじゃないと。後ろ側だけなんじゃないんだということをね、理解していただきたいと思います。じゃあ、この、後ろ以外に、どう首を見ていったらいいのかというと、後ろの反対に何があるかというと、前側なんですね。首の前側ももちろん大事なわけです。仮に、前側が硬くなりました。例えば、交通事故とか、無知打ちとか、脳振動で、前側が硬くなりました。この前側硬くなると、じゃあ、首の動きも、 悪くなるよねっていうことですね。じゃ、この前側には何があるか筋肉はあんまりないです。あるとしたら、軽腸筋っていうね、薄い筋肉とか、まあ、舌骨の下にある舌骨下筋とかいうのがあるんですが、前側にあるのは主に内臓とか血管なわけですよ。例えば、気管があります。食道があります。えー、他にはですまあ、血管もありますし、このあたりっては特に内臓が多いんですね。さっき言いました、食道、気管、まあ、甲状腺とか、内臓系が多いわけなんです。 だけど、この内臓系っていうのもさっき言った通り、例えば交通事故をしました。鞭打ち起こりました。そうすると、この前側にも衝撃っていうのは行くわけです。はい、この事故のおかげで、前側硬くなりました。結果的に、頸椎の動きも制限されるっていうことがあり得るわけなんで、この前側っていうのも、頸椎の制限になり得るんだっていうことを理解すると、またこう、臨床での見方でも変わると思います。 繰り返しなんですが、じゃあ、後ろが大事じゃないのかと。それかとを言ってるわけではないんですね。後ろ側ももちろん大事なんです。だけど、後ろ側に注目するぐらい、前側にも注目すると、また臨床の幅とか体の見方の幅が広がるんじゃないかと思います。後ろ側と前側ね。めっちゃ大事です。じゃあ、僕がもう一箇所付け加えるとしたら、どこかというと、 これね、内側なんですよ。この、頸椎とか、頭の内側っていうのは僕結構、えー、重視をします。なぜかというと、頸椎の中には何がありますかと。脊髄がありますね。じゃあこの頸椎の上行くと何があるか、この頭部の内側には何があるかというと、もちろん脳があるわけです。そしてこういった脳とか、脊髄、この中枢神経、 っていうのは膜組織で包まれているわけなんですね。あの、筋肉を包んでいる筋膜とかあるじゃないですか。それと同じように、神経の周りも膜組織で包まれているんです。じゃあ、この膜組織、例えば頭蓋骨がですね、脳振動とかスポーツの怪我とか交通事故でガーンぶつかりました。硬くなりました。そうすると、この膜硬くなりますわなと。 じゃあ、この膜組織、あの、筋膜とかと一緒で硬くなることがあります。そうすると、この緊張、この硬さっていうのはもちろん、下に行く、頸椎の中の、え、脊椎の膜っていうのも影響されることは余裕でありますね。というのも、これ全部繋がってるからです。例えば、ここのシーツ、ここのシーツを引っ張ると、わかりますこのシワっていうのはこっちまで行きましたね。こっちまで行きました。ここ引っ張ると、シワがこっちまで繋がりますよと。これと同じで、全部繋がってるんだから、じゃあ、頭に毛が行きました、ギュン このシワと一緒です。この緊張っていうのは、頸椎の内部につながるということも余裕であり得ます。ですので、これ、僕がね、メインチャンネルで上げてる生実系動画で、ここの生実、えー、めっちゃやるんですよ。めっちゃ動画上がってるんですよ。それぐらい影響力が強い箇所だと思っています。まあ僕が首を見る上で大事な箇所は3つ見ています。この首の後ろ側、主に人体とか筋膜とか筋肉が多いですね。 前側も大事なんです。内臓系がここには主にあります。ここも首の怪我とか交通事故とか無知打ちで影響されやすいです。ここも首の可動域の制限の原因になります。そして僕が個人的に一番注目するのがこの内部の膜組織の緊張なんです。ここはギュッてなるから中枢神経のつながり膜のつながりで頸椎、首の方にも硬さがつながる。すごく多いので、この 3箇所僕が個人的に見る3箇所っていうのも、まあ皆さんの臨床とか、えー、ケアに役立ててもらったらと思います。そして僕は東京に定期的に出張の施術に行っております。僕の解剖学の見方が面白くて、こういうことをもっと良くしたい、改善したい、施術を受けてみたいと興味がおありの方は、概要欄にですね、東京出張用の LINE 公式アカウントとホームページのリンクを貼っていますので、そちらからお問い合わせを申し込みください。もしよければこの動画を高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。